吉田さんこんにちは。確かにね、満身創痍で打つ手なしっていう状況は、まあ誰にでもあると思うんですよ。いわゆる手も足も出ない状態ですよね。でも、あれもできない、これもできない、それもしないで終わるんではなくて、私はね、その最悪の状況だからこそ最善を尽くせというね、まあ速稼塾の中に言葉があります。最悪の状態だからこそ最善を尽くせですよね。まあ、詐欺られてお金がなくなっちゃいましたとかね、なんかいろんな案件期待してたら飛んじゃいましたとか言って、当てにした入金がない、でそれを嘆いたり、それから支払いが滞ること、そういう現実が迫ってくるわけですよ。で、あいつが詐欺した、こいつに騙されたって言っても、それは打つ手にならないわけですよね。まあじゃあどうすればいいかってことなんですけども、やばいぞ、じゃあ今日商品作ってセールスしないと。いや、これができるのがビジネスをやってきた人間、メディアを育ててきた人間だと思うんですよ。かつて吉谷さんも20万なければ家賃が払えないみたいなね、もうなんか鹿児島のスターとかそれかよみたいな感じですけども、まさにそこでバースデー企画打って売り上げを作っていくわけですよね。で、結局私たちビジネスをする人間って必要なお金が迫ってきたらそのお金を作るだけなんですよね。もう理由とかご託はどうでもいいんですよ。最善を尽くすだけですよ。で、四方八方手を尽くして、それでできなければ、それは自分のビジネスがそうだったということで、一つ大きな、まあなんていうかね、足跡になるんじゃないかなと思うんですよ。間違っても人に借りてですね、問題を解決しようなんて短絡的な方法は取るべきではないかなと思いますよね。借りるならしっかりと利息と金利が発生する消費者金融でドーンと借りればいいんじゃないかなと思うんですよ。そのなんかね、もう人に借りちゃうっていうのがね、もうビジネスとしてはお手上げですよ、ね、それと似たような方法でビジネスを称して詐欺を働いてね、金を取ってきちゃうみたいなね、まあ、それもまあ良くないなと思いますよね。まあ言いたいことは、最悪の状況だからこそ最善を尽くせ、あなたはできないできないやらなかったの裏に最善を尽くしたんですかってことですよ。じゃあできなかったんですよ、すいません久保さん、すいませんでした、何もできませんでした吉田さん、じゃあ最善を尽くしたのかどうか私が評価しましょうって話ですよね。これはできなかったんですか、こういうふうに考えなかったんですかと、詰め将棋のようにね、詰めていくことができると、それがどんな時でもやりきった人間のまあアドバイスだということでございますね。いや、しかしある才能ね、なんかいよいよ売りに出すのかなと思ったら、ちょっとこう私までね、切ないですね。まあその分ナインと2000、私がねしっかりと可愛がっていこうかなと思います。うん、まあでも吉谷さんさすがっすね。やっぱりね、それをできるのは吉谷さんしかいないっす。所有することが目的、所有することに固執するのではなくて、その所有物すら使ってですね、吉谷拓郎を完成させていく。いや、すごいじゃないですか。人生とは昨日の自分にさよならすること。愛していた R34 とおさらばし、でも所有はしていないけども、その愛は永遠に語り継がれていく。うん、いいっすね。グッドラック。いってらっしゃい。